皆さんこんにちは、田中秀吉です。今回はボンザーサーフボードのご紹介をさせていただきます。皆さんボンザーってご存知ですか？こちらです。これがボンザーサーフボードです。もっと言うとですね、これはチャネルアイランドさんから出てますビスケットボンザーというモデルで、チャネルアイランドさんとこのキャンベルブラザーズさんといって、このボンザーっていうこのフィンシステムのことを言うんですけど、このフィンシステムを開発したキャンベルブラザーズさんとのコラボサーフボードですね。シェーパー同士でコラボして出来上がったサーフボードです。これって何なのって話なんですけど、ボンザーっていうのはシングルフィンにこの羽のようなサイドフィンがついたものをボンザーって言います。普通のトライフィンのようなフィンとは違ってフィンの面積がこう少ないですね。はい、この短めのなんか羽のようなフィン、このシングルとこの羽のような短いフィンのセット、これをボンザーって言いますね。もっと言うとですね、ここに深いコンケーブが入ってて、この短い羽のようなフィン、これがあることによってこの水の流れが良くなってスピードが出るっていう構造、これがボンザーですね。はい、シングルフィンだけだと板がねこうフラフラしてしまうので、レールは入りやすいんですけど、その分このサーフボードのスピードをうまく自分の思うようにコントロールしづらくなるんですね。でも両サイドにフィンがついてるとそれが可能になると。でこのフィンは短いので、短めのフィンがつくことによってスピードが出るのとコントロールもできると。これがボンザーの利点ですね。スピードも出るしコントロール性もあるよっていう。ビスケットっていうのはロブマチョドのモデルですね。ロブマチョドっていうとですね、リップスライムの楽園ベイビーっていう曲で、マチョドがなんちゃらとかなんか言ってますけど、あのマチョドです。そのマチャドのモデルのビスケットとキャンベルブラザーズの開発したボンザーとのコラボ、それを名付けてビスケットボンザーと言います。僕はもうこれ私物でもう4年ぐらい乗ってるんですけど、簡単に言うとミッドレングスの短いバージョンみたいな感じですね。ミッドレングスって長いから結構自分でボードを振って動かしていく感じになるんですけど、これは短いのでもっと楽に動かすことができます。スピードもミッドレングスよりも出るので、動かしやすいミッドレングスっていうのかな、そんな乗り味ですね。で、まあ、ツインフィンもすごいスピード出るんですけど、このボンザーのスピードとツインとはまたちょっと違う感じなんですよね。ツインはサーフボードがスイスイスイって滑っていくようなスピードが感じるんですけど、ボンザーは、なんだろうな、スーって感じですね。ちょっとわかるか、不自然だ。なんですよ、またちょっとね、違うスピードの出方なんですよね。何がこう違うのかっていうと、このシングルフィンですね。このフィンがしっかりと水面に刺さってることで、コントロール性が増してるんだと思うんですよね。ビタッとこうしてる感じ。なんかこう、後ろ足が落ち着く感じですよね。ビタッとしてるっていうか。コントロールしやすいんだと思う。テールを踏んでもルースしないし、まあ、ツインフィンだとテール踏みすぎちゃうとルースしちゃうんですけど、このフィンが思いっきり刺さってるから、真ん中に。こう、ビタッとこう、中心でコントロールできるみたいな感覚ですね。いいなって思うのは、このスピードが出るなっていうところと、あと、カービングをした時にですね、レギュラーにこう走っていってカービングするじゃないですか。カーブってこう戻ることなんですけど、戻ってまた切り返す時の、この切り返しの時になんかこう、水を押し出すというか、切り返した後バンとこう、反発して戻そうっていう力が強くて、流れがね、止まらないです。このままグワンと戻れる。この感覚はね、ショートボードでもないし、ミッドでもツインでもないですね。パドリングもめちゃめちゃ楽です。この厚さ見てください。こんなまん丸ですから。でもこれ、5-6 なんですけど、短くてもパドリングめちゃめちゃ楽です。ただね、このボードのね、弱点を感じるところもあるんですよ。
このボードはモンシュアの時にはなんかあんまり良くないというか、良くないってわけじゃないんだけど、このサーフボードの今まで言ってきたいい部分があんまり出てこないなって感じますね。このスピードのこのグッっていう伸びみたいなのが、多分なんですけどオンシャーでガタガタしてると、この硬いフィンがコブを拾ってしまうのかわかんないんですけど、なんかねピタッとしないんですよね。オンシャーと乗りたいってあんま思わないですよね。まあそこぐらいかな。僕がこのサーフボードをおすすめしたい人は、ストレングスじゃちょっと長いなって感じてる人だったり、ミッドレングスでもっとスピードが欲しいなって人だったり、あとはほんと純粋にレトロボード、オルタナティブボードが好きな人、ツインとかミッドレングスはちょっと物足んないな、違うの欲しいなって人には、これはゲットしてみてもいいんじゃないかななんて思いますね。これからレトロボード初めて乗りたいなって人には、ミッドレングスとかツインとかのが定番なんで、そっちの方をまあ僕はおすすめしますね。だからまあ言ってみたらオルタナティブボードの中上級者向けですよ。もうメンピタでクリーンな時にはもう最高です。はい、今回は、ね、この辺で終わりにしたいと思います。で、コメントでフィッシュビアードとかポケットワイド
とかのモデルもレビューお願いしますってコメントくださってるんですけど、まだボードゲットできてないので、またゲットでき次第レビューさせていただきたいと思いますんで、少々お待ちください。今ネックブレード2とブラック&ホワイトっていうモデルをニューボードで持ってるんで、セットアップでき次第レビューしていきたいと思いますんで、この動画が何か参考になったっていう方がいたら、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。てな感じで、はい、最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。